はい、こんにちは。渋谷で美容師をやっております内山ひかるです。今回は絶対にやってはいけないドライヤーの使い方をお伝えできればと思います。とはいえ絶対にやってはいけないと言っても、私が美容師をしている経験上の上、お客様も皆さんやりがちなことが多いです。ここをこうした方がいいよという部分をお伝えできればと思います。今やったようにスマホを見ながらドライヤーをすると髪を上手に乾かす方法ができなくなってしまいますので、なるべくやめていただきたいです。このように皆さん下から煽るようにドライヤーをすることが多いと思います。こうしてしまうとドライヤーの時間が長くなってしまいますので、適当にやってしまいがちになります。では正しいドライヤーの使い方をお伝えしていきます。1番のポイントは、まずタオルでしっかり髪の水気を吸い取ってあげましょう。そうすると乾かす時間がギュッと縮まって、煽りドライヤーをすることがなくなります。正しくドライヤーを使っていただくと十分髪の毛は綺麗にまとまってくれます。私の場合はカラーもしてますので、プラスでオイルなどをつけて乾かすことが多いです。オイルを1プッシュ半から2プッシュほど取ってしっかり手になじませます。つけ方がすごいポイントなんですけど、髪の中間から毛先に向かってキューティクルの生え方になぞるようにつけてあります。オイルもあんまりぐしゃぐしゃっとつけるというよりかは、中間からしっかりなめすようにオイルをつけてあげるとキューティクルがしっかり締まってツヤがより出ますのでおすすめです。ではドライに入っていくんですけども、このように下から乾かすのは絶対にやめてください。根元は意外と乾いてないことが多くて、一般の方はそれで匂いの元を作っていることが多いです。女性でも根元が乾いてない方すっごく多くて、正直すっごい可愛い人でも根元が乾いてないせいでちょっと匂いがしている方意外といます。なのでしっかり根元から乾かしていただいて、毛先を撫でるように乾かしていただくとより髪も綺麗になって匂いの元も軽減できると思います。では乾かしていきます。こちらの絹除ドライヤーをお使いの方は、風量調節ボタンを2回ほど押していただくと風量と熱量が調整できます。このように根元をこすりながらしっかり立ち上げて乾かしていただいて、風量調整ボタンを2回ほど押していただいて風量と熱量を調整していただくとツヤがより増して乾かせるのでとってもおすすめです。このように根元をしっかり乾かしてあげた後に毛先を乾かすのがポイントです。毛先の乾かし方は、乾かしたい毛先の方の反対の手を使ってしっかり引っ張りながら乾かしていただくとツヤも出てまとまりも出て綺麗に乾きます。できる方はブラシを使ってこのようにドライヤーを当てながら一緒にブローしてあげると巻きの取れもしにくくてよりツヤも出て乾かせると思います。はい、見てください。ハンドブローでも大変まとまるんですけど、ブラシを通してあげることによってこんなに違いが出ます。ぜひやってみてください。ということで今回は絶対にやってはいけないドライヤーの使い方を美容師である内山がご紹介させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントも載せさせていただいてますので、フォローしていただけると嬉しいです。この絹除公式チャンネルではたくさんの美容情報をお届けしてまいりますので、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバーイ。